日本政府がようやく本気で、南西諸島の防衛力強化と反撃能力の強化も合わせて、南西防衛集団と格上げし、3000人規模での計画を閣議決定したとの情報をキャッチしました。今回は、対中国の最前線南西諸島の防衛力を詳しく見ていきますね。南西防衛集団へと格上げされ、やはり攻撃力を今の3倍へ強化するとの話もあり、南西防衛集団はさらに重要な役割を担うことになるよね。台湾有事は日本有事と言われるのがよくわかる。2022年11月25日、沖縄県の尖閣諸島の一島、大正島の周辺の日本の領海内に、中国海警局の艦艇2隻が、およそ2時間にわたって侵入。これに、海上保安庁の巡視船が追尾、警告し退去させるという事態が発生したと報じられた。尖閣諸島周辺海域をめぐっては、中国海警局の艦艇が、その周辺の日本の接続水域や領海に侵入することは、今やさして珍しい出来事とは言えない。言わばいやななれすらも感じさせるが、今回は、その対象の艦艇の兵装に注目が集まった。という、ものこの、ちょうど、前日の11月24日に、中国海警備の海峡2204という艦艇は、尖閣諸島の周辺の接続水域を航行しているのが確認されていたが、その主砲には、軍艦並みの76ミリを搭載しているという点が注目されていた。中国海警局には、中国海軍から異常を受けるなどして、こうした76ミリもの大口径の主砲を搭載する艦艇が、複数隻所属は、しているものの、これまで、それらの重武装の艦艇は、尖閣諸島周辺海域に出没したことはなかった。そのため、海上保安庁で、尖閣諸島周辺海域を管轄エリアとする第11管区海上保安本部は、トップである一条本部長が、直接記者会見に応じ、海峡2204という76ミリの主砲を搭載する艦艇に対しても、従来同様の毅然とした対応を取ると、表明していた。ちなみに、日本の海上保安庁の艦艇の場合、その組織の目的は、日本の領海内における法執行機関という、飯和田警察権限の行使にあるため、艦艇が搭載する最大の口径の兵装は、40ミリの機関砲に止まり、中国海警局の艦艇とは大きく異なる。海上保安庁の第11管区海上保安本部の一条本部長のコメントは、たとえ、中国海警局側の艦艇が、軍艦並みの大口径の主砲を搭載していようとも、日本の領海を警備する行動に、微塵の変化もないことを打ち出した、力強いものだった。しかし、あくまで、海上保安庁は、海の警察組織であり、最悪の場合の有事と踏まえて考えた場合には、やはり、陸、海、空の3自衛隊による、南西諸島防衛の戦力を、今まで以上に、強固に投射できる体制を構築しておく、必要があるだろう。そうした中では、沖縄本島の那覇駐屯地に駐留している陸上自衛隊の第15旅団の戦力増強は、最も望まれる対応の一つであり、現在およそ2500名規模の旅団から、1段階引き上げた組織に拡大することが、この12月3日に報じられた。2022年の現時点での陸上自衛隊、第15旅団は、一つの普通科連隊を含んでいるが、今回の増強案では、これに、もう、一つの普通科連隊を加え、部隊の最上位の指揮官も、陸将補から陸将に変更し、部隊としての規模を拡充する予定である。これによって、第15旅団は、少なくとも、現行のおよそ2500名から500名を増加させたおよそ3000名規模の部隊となり、その名称も規模の拡大に伴い仮称ではあるが、旅団から
南西防衛集団と変更されるものと見込まれている。政治的には、この2022年12月には、現行のおよそ5年単位で更新されてきた中期防衛力整備計画を、ほぼ倍の10年を想定した防衛力整備計画に置き換えて推進する手順が想定されており、この中に、仮称、南西防衛集団も明記されることが予期される。ここで、あくまで、南西防衛集団が仮称とされているのは、その部隊規模や構成はもちろん、その名称も含めて、政治的な反対意見が出されることを織り込んでいるためであり、場合によっては、もっと穏当な名称の付与の可能性もありそうだ。ただし、個人的な意見を述べることを許してもらえるならば、歩兵連隊を普通科連隊と呼称したり、少将、中将、大将を、陸将補や陸将と対言い換えることに、今や、どれだけの意味があるのだろうかと、その姿勢には疑問しか感じられない。今でこそ、陸上自衛隊では、それまでの太平洋戦争時と同じに、戦車という単語を使用できているが、これですら、自衛隊の創設から、しばしの間は、特車などと呼称され、旧軍を含む通常の軍隊で用いられる用語を自主規制し続けてきた。本質の変わらないものを、言葉上で言い方を変えたところで、何の意味もなさないと思うのだが、こうした用語の使用を未だに継続せざるを得ない日本の自衛隊の置かれた政治的な状況を俯瞰してみると、むしろ不安すらかきたてられる。海上自衛隊の艦艇など、ほぼすべてが護衛艦と一括りにされてしまっているが、通常の諸外国の海軍艦艇のように、コルベット・フリゲート、駆逐艦、巡洋艦と区分した方が、艦艇の規模と主目的も、はるかにつかみやすいだろう。そもそも、戦車や戦闘機は、戦という直接的に、攻撃的な響きの単語が含まれていてもよしとされているにもかかわらず、歩兵が、NG で、普通科などという、曖昧な言い換え、言葉狩りを未だに行うことの意味など、理解に苦しむ。さて、話はだいぶずれたが、沖縄の陸上自衛隊の第15旅団に話を戻せば、その成立は、今から12年前の2010年3月まで遡り、当時、第一混成団と呼ばれていた部隊に、一普通科連隊や一飛行隊等の増強が行われたことに、由来している。第15旅団の構成は、拠点を、沖縄という、地理的に特殊な島嶼部に置いているために、陸上自衛隊の中でも、特異なもので、第一混成団地にはおよそ1800名規模だったものが、まず2100名に増やされ、今は、2500名を数えるに至っている。通常の陸上自衛隊の旅団であれば、必ず含まれている戦車、及び、野戦特化部隊が、島嶼部を管轄する第15旅団にはなく、逆に、太平洋戦争では、激しい地上戦が行われた経緯があるため、専用の不発弾処理部隊が包括されている。第15旅団を増強し、仮称、南西防衛集団とする構想は、今から、5年後の2027年度までを目安に行う方向で検討されるものとみられ、増員分の一普通科連隊も、既存の那覇駐屯地に配備され、新しい拠点等の設置は、今のところ考慮されてはいない。陸上自衛隊では、最大の部隊規模である、師団を全国に9つ配備しているが、仮称、南西防衛集団は、これらと、全国に6つ存在する旅団との中間に位置する規模となり、中国の南西諸島方面への圧力の増加に対処する狙いがある。すでに、中国の、こうした軍事的な圧力の増加を鑑み、陸上自衛隊では、2016年3月に与那国島へ、2019年3月に、宮古島へと、新規の駐屯地を設け、そして、2022年度内には、石垣島へも、その動きを拡大する予定だが、さらなる強化が、
仮称、南西防衛集団の編成である。沖縄本島の那覇駐屯地に11普通科連隊を増強した仮称、南西防衛集団を配することで、万が一の有事の際には、ここから迅速に各周辺の離島へと部隊を展開させ、日本列島本土からの増援が到着するまでの防衛を担う部隊と位置づけられる。こうした第15旅団の仮称、南西防衛集団会の動きに対し、沖縄の地元のマスメディアの琉球新報は、事実上の師団化であるとして、いつも、通りの非常にわかりやすい、言葉による否定感を記事ににじませて報道している。曰く第15旅団の増強による仮称、南西防衛集団の設置は、沖縄県民にとっては、有事が正規しない場合でも、日常生活への負担の増加に直結する可能性が高く、万が一の場合には、沖縄が攻撃の対象となる危険性が増加すると書き立てている。また、別の沖縄の地元マスメディアの沖縄タイムスは、与那国島、宮古島、石垣島の駐屯地の新設に加え、仮称、南西防衛集団が成立すれば、南西諸島全体が、軍事要塞となると述べており、ステレオタイプないつもの論調を継続している。今年2022年は、ロシアによるウクライナ侵攻が世界の注目を集めているが、ウクライナには軍事基地が多かったから攻撃を受けたなどという現実はなく、ただ、ロシアという軍事国家で間違った政治判断が行われたことはどう考えているのだろうか。